元ジムトレーナーのミニサービスアドバイザー清水さやか、元フラワーコーディネーターのミニセールス三国かな、いつの時代も自由な意見をリスペクトし続けてきたミニ、そのミニを愛する2人が魅力を熱く語り合う本音トークドライブへ、ミニドライビングディスカッション始まります。ではよろしくお願いします。清水さんは店舗は、ミニ神戸東灘って兵庫県の神戸市にあるお店です。はい、私は九州の大分ミニから来ました。よろしくお願いします。はるばる。ではカードを引きますね。カードタイムですか。カードタイムです。お願いします。はい、じゃじゃん。異業種からの転職組だから感じるミニの可能性壮大。テーマが壮大ですね、これは異業種。じゃあまず何の異業種から来たのかっていうところから話しましょうか。清水さんからどうぞ。直近でいくと、はい、ミニのセールスをしてたんですけど、そこからアドバイザーを今やってるんですけどね。なかなかめったにないパターンの。あんまり聞かないですね、はい、そのメカニックからですよね。セールスがアドバイザーになるっていうこと自体がもう異業種ではないですけど、同じ会社だけどかなり内容が変わりますよね。もうゼロからスタートですね。ですよね。もう異業種に近い感じですよね。そうだから、ちゃんと異業種って言ったらスポーツクラブで10年ぐらい働いてたりとかもしましたけど。それはまさに異業種ですね。直近はセールスです。なるほど。清水さんはなぜ、ミニで働こうって思ったんですか？ちっちゃい時から見てたアニメに、はい、主人公がプラスチックミニの赤白に乗ってたんですよ。某アニメですね。そう。で、それでずっと あの車乗ってみたいなってちっちゃい時から思ってて、お客様でもいらっしゃいます、同じ。はい。で、まあまあ今ぐらいの年齢になって、はい、前の仕事をこう辞めようかな、転職先探そうかなっていう時と、うん、まあ、そろそろミニが自分でも買えるかなって、どっかのお店で見てみようかなっていう時期が重なってて、うん、欲しいなって思ってる時に、はい、就職先を探してたらミニを販売してるお店の求人が出てたんで、はい、いやこれはちょっとタイミング的に受けてみるのもありかなと思って、うん、で勢いで受けてみたら採用になって、はいはい、なんで自分で買う前に販売することになったんです。私はもともとブライダルのお花部門をずっと担当してやっていて、10年ぐらいやってたんですけど、お花を作ることもすごく好きではあったんですけど、うん、まあお客様のニーズを汲み取って、まあ、その方のやりたい結婚式の形っていうのを表現していくっていうプロセスの中でも、ニーズを汲み取って、形にして、で売り上げを伸ばしてみたいなところの、売り上げ伸ばすみたいなところに、まあ、突き詰めていくと結構やりがいを感じて いる自分に気がついて、ミニは本当に車業界とかに全くいなかったんですけど、うん、昔から憧れの存在で、すごくいつかは一度乗ってみたいなって思う車だったんですね。なのでこれと思って選びましたなんかもうそんなきっかけです。私は清水さんはスポーツクラブでインストラクターをされてたんですよね、はい、その時の経験でこう今の仕事にそれがどんなところが活かされてるなとかって感じますか？結構スポーツクラブって年齢層幅広くて、はい、お客様もご年配の方までいらっしゃいますし、はいはい、やっぱりいろんなお勤め先の方と話すっていう機会も多かったんで、はい、でその辺の方とやっぱりこう話が今までしてきたっていうのはやっぱり強みかなと思いますね。ただどんな方が相手でも仲良くなるのは多分早いです。あ、それは本当に今の仕事に生きてますよね。それが一番最初にすることだと思って。あ、
なるほど。みこりさんあります？私はなかなか普通に暮らしててお花屋さんに行くことってなくないですか、うん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 、でそういった方に対して会場のイメージだったりとか、うん、ブーケだったり、うん、まあ花冠だったり、うん、髪につけるお花だったりみたいなのをこう話していく時に、うん、もう何組もの方を接する中で、うん、もう自然とその方の髪型、うん、洋服、うん、それから話すワード、うん、それから選んでいるドレス、タキシード、うん、いくつかのポイントを見ると、うん、なんとなくその方の目指している方向性っていうのがこう読み取れるようになるんですね。なのでなんかこの方にはなんかこれが合うんじゃないかなとか、この色味が合うんじゃないかなとか、この形が合うんじゃないかなとか、なんかそれはこう前の仕事と近い、なのでそうですね、鼻合わせが車合わせになったって感じですかね。なんかそれはすごく近いところかなって思います。だから正直なんか今日そういうつもりで来たんじゃなくて、もう本当になんとなく来たんだけどみたいな人が乗ってくれたりとかすると、でまたそういうのこう納車の時にやっぱ似合ってるわ、私が勧めたものは間違ってなかったって思った時にすごい満足感がありますね。いや今日買うつもりなかったんけどは最高の褒め言葉ですからね、はい、じゃあ清水さん、はい、ミニが、まあ、もっとこうだったらもっといいのになとか思うことってありますか？なんか私勤める直前ぐらいまでってもっとなんかこうお客さんを巻き込んでの一緒にやるイベントとかすごい多かったみたいで、サーキット場貸し切ってみんなでミニで好きなだけ走ったりとか、あそういうのがちょっとこうお客さんと一緒に楽しむっていうのが減ってるなっていう気がするんで。サーキット場でのミニは本当すごいですね。そんななかなかね、思いっきりこうミニの本当のパワーを知る場所もないんで、サーキットでミニ走らせたら面白いでしょうね。もう好きなだけ GCW に乗ってる人とかもうやばいでしょうね、きっと。いやお店神戸東灘にあるんですけど、はい、そこから北に上がっていくと、はい、六甲山っていう、うんうん、結構走るのが好きな人は、はい、こうくねくねしてる山道が続くのね、はい、なんで来た人全員でミニで、はい、その山を越えるっていう、あもうミニユーザーさんをミニで、はい、何十台何百台、はい、連なって走るっていう、はまあ多分無理ですけどね怒られるでしょうけどね。そうきっとそういうのが増えるともっと楽しいんじゃないかなっていうのは思うんですけどね。みこりさんもあります？前ブライダルとか、うん、本当にもうやりすぎなぐらいサプライズの連続なんですけども、人をもてなすこと、うん、なんか喜ばせることっていうのに、うん、もうみんな集中してる、うん、一人一人だったので、表情一つもそうだし、こう、なんだろう、配慮に満ちている、うん、ちょっとしたお手紙を席に置いとくとか、うん、お名前が書かれてるとか、お見送りはもうみんなでお見送りする、うん、手を振る、最後にせーのでお幸せにとかって言ったりとか、うん最後の最後まで抜かりないみたいな、うん、やっぱりこうそういったサービス精神みたいなものが、うん、車業界でそれをじゃあ全部やるかってちょっとそれは違うとは思うんですけど、うん、おもてなしみたいな気持ちっていうのが工場とかこうサービスフロントの人とかにも、うん、そういうもてなしの気持ちみたいなのがあってくれたら、なんだか点検も車検も楽しみになるというか、こう来るきっかけが楽しい、なんか居心地がいいみたいに思ってもらえるんじゃないかなとは思いますね。清水さん前の、はい、じゃあスポーツクラブには絶対いなかったような人、うんうん、まあ、この仕事に入ったからこそ出会った人みたいな方いますか？お手入れの時ですけど、はい、ご夫婦で来られてて、はい、でボディカラーが決まらなくて、はい、
で奥さんは何色、旦那さんは何色ってことで決まらないなと思ったから、はい、多数決しますって言って、はい、私入って多数決して、はい、で奥さんの色になったんですよ。あで、わあ決まったって言って旦那さんがちょっとシュンとされてて、はい、あそうですよね。ローンの用紙書いてもらうときに、はい、もうそこまで職業全然わからない状態で喋ったんですけど、はい、あのもう誰もが聞いて知ってる某有名企業の社長さんで、はい、もうその会社名と肩書きを見た瞬間に、はい、これってまさかあのですよねって言ったら、そうやでって言われて、私そんな方と多数決したんですかって、そうやで、それも俺負けてんで、ははーっておっしゃってて、すごい、ね、変な汗かいたことあります。器の大きな方ですね。そういや本当になんてことしたんだろうと思いながら笑ってくださったらよかったですね。奥さん思いの優しいご主人なんでしょうね。そうこんな人いないですよねって言ったら、もう初めてやなって笑ってはりましたよね。ミニっていう存在はお客様の人生にどんな影響を与えてるって思いますか？ミニ乗ってくださってる方って、うん、もうただのこう移動手段じゃなくて、はい、快適な車を求めている方じゃなくて、はい、やっぱ自分のこう子供感覚で愛してくれてるお客さんが多いんで、はい、だから思い出をすごい共有してる方が多いですよね。うん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 、だから手放す時も悲しんで泣かれたりとか、はい、あそれは私乗り換えるのもどうしようって、うそうですよ、ね、今の子に悪いわとか、もうすっごい修理が大変でも、もう我が子を手術させるみたいな思いでよくしてあげたいっていう人もいますよね。だからもう本当にもう何とかして治したいって思う。うちの子のお医者さんだから、うん、ずっと勤めててねとかっていうのも言ってもらいました。もう入庫と言わずに入院みたいな。そう我が子を入院させるみたいな。こんなに愛されてる車ないと思います。そうですね、うん、人生のパートナーみたいな感じですかね。私なんかお客様でお家を建てるときに、ミニのこのペッパーホワイトをこの家のガレージに止めるんだからの設計をスタートしたっていう方とかもお客様にいらっしゃったりして、だからもうミニありきで家建てちゃうみたいな。あとはミニを買ってからなんとなく洋服おしゃれになったとか、なんかこう別なことに興味を持つようになったとか、なんとなくこう、なんだろう、ミニって車だけど、ミニをチョイスすることによって、人生がちょっと良くなるっていうか、ちょっと楽しくなるというか、なんかこう、そういうスタイルを、人生のスタイルを選んだみたいな、なんか車を選んだんだけど、そういう生き方を選んだっていうぐらい、私は、影響力がある存在だと思いますね。清水さん、はい、最初に見たこのカードなんですけど、うん、異業種からの転職組だから感じるミニの可能性っていうのなんですけど、ミニの可能性って何だと思いますか？勤めてからの8年でもすごい変わってきてるんで、いやもうサイズも変わってるし、ラインナップも変わってるし、コンセプトも変わってきてるし、まあ、でもいいところは残しながらなんで、うん、実際可能性って言われると、まあ、どこまでも広がってるんじゃないですか。ですね、まあ、きっかけがミニっていう存在であって、それが何かにつながるこう一つのきっかけみたいな、たまたま出会った人が同じミニが好きみたいな、たまたま全然違うけど同じミニが好きみたいな、まあ、私たちみたいですよね。全然関係ない仕事からこうやってミニいいなっていう気持ちは一緒じゃないですか。確かに。でこうやって初めましてでなんかトークができるっていうミニを通して、だからミニの可能性ってコミュニケーション、人と人とのつながりを生んでくれる存在なのかなって。いいこと言いますね。いやすごいね、今更信じてもらえないと思うんですけどね、はい、すごい人見知りなんですよ。あ、人見知り、人見知りなんですけどね、はい、まあでもミニを間に挟むとこれだけ喋る。あ、そうですよね。本当にそうですよね。ありがたい存在ですね。いや本当にそうですね。
ミニジャパン公式 YouTube チャンネル登録をお忘れなく。